みんな、こんばんは。いやいや、おはようございます。全然間違えちゃった。令和2年5月22日、本日金曜日、一票一でお会いしましょう。本日は、心の話です。みんな幸せにしちゃうよ。誰でも幸せになれます。まずは、他人を幸せにしたい場合、自分を最高に幸せにしてください。自分が幸せじゃないと人に優しくできないんですよね。自分が本当に幸せな時と不幸な時、どっちが人に優しくできますか？それは自分が最高に幸せな時に決まってるんですよ。だからまず自分を幸せにしてください。大体人をディスってる人不幸なんですよ。自分は不幸だ、自分が満たされない、誰かのせいだ、誰かのせいで自分は満たされない、そんな考えなんです。人によって幸せになるのではなく、自分によって幸せになるんです。幸せを他人軸に置いてあるから常に人を攻撃してしまうんじゃないですか。人を見てめ、人に施す、それはまず自分を認め、自分を愛し、自信がないといけないですよね。おはようございます。いやー、今日やっと一票一揆で俺が一番話したいことができます。僕、まあ、政治の話ばっかり一票一揆になっちゃうじゃないですか。でも俺は本当は精神の話をしたいタイプの人間なんで、精神論者なんで、精神論っていう、まあ俺みたいな中卒が精神論語るなって言わればそれなんですけど、人生ってのはあくまでも経験です。経験がもうこれが断然的なもう人間の差になってきます。だから若い人をバカにするわけじゃないんですよ。経験からものを言うことっていうのはもう真実。なんつったってあれでしょ、他人から聞いたことより自分で経験したことほど強いものはないですよね。なんつったって自分で経験したものほど真実味のあるものはないんですよ。苦しみでも悲しみでも愛でも喜びでもですよ。だから全てやっぱりね、経験からものを言ってるっていうのは重みが違います。で、経験豊富なんで僕はアザース。